渋谷光へは、東京都渋谷区の渋谷駅東口に位置する東急、文化会館跡地に建設された東急グループの複合商業施設。東急百貨店や飲食店、事務所のほか、ミュージカル劇場、東急シアターオーブなどが入居している。2012年のグッドデザイン賞を受賞。2005年に渋谷駅周辺が都市再生特別措置法に基づく特定都市。 再生緊急整備地域に指定されて以降、同地域では複数の大型開発プロジェクトや区画整理事業が進められている。そのトップバッターとして開業したのが渋谷駅東口に竣工した高層複合施設渋谷光へである。東急東横線、東京メトロ副都心線の渋谷駅と地下で直結し、低層部には東急百貨店が運営するシンクスや カフェレストランフロア、ダイニング6等の商業施設、中層部には東急シアターオーブ、ヒカリエホール等の文化施設、高層部には DNA 等が入居する業務施設がゾーニングされ、それらを立体的に集積している。渋谷における情報、文化の発信拠点として、渋谷の新たなランドマークとなることが期待される。また、渋谷特有の谷状の地形に合わせて、 立体的に街をつなぐ役割も有し、アーバンコアと呼ばれる巨大な吹き抜けを通して、縦方向の動きを確保している。渋谷という交通の結節点において、公的動線の一翼を担い、人々を有機的に結びつける役目も果たしている。当初は、歌唱として、渋谷新聞科外区プロジェクトあるいは、渋谷二丁目21地区開発計画と呼ばれていたが、正式名称を、 渋谷光へとすることが2010年4月14日に発表された。2009年6月30日に着工となり、2012年3月に竣工した。地下3階から8階までの商業スペースが2012年4月26日、11階から16階までの東急シアターオーブが同年7月18日に開業している。二千二十年五月十五日、東横の恋愛が 渋谷マークシティから渋谷光への地下2階、地下3階に移転開業した。工事中の様子渋谷駅東口を望む渋谷光へ、渋谷光への建設工事、渋谷新聞科外区プロジェクト新築工事は、東急建設と大成建設との JV により、2009年6月から2012年3月までの33ヶ月の期間で進められた。敷地内の高低差は12メートル。 もともとこの敷地は駆動によって隔てられていた外区を結合させたものであり、この駆動は渋谷駅と青山方面を結び、1日に5万人の通行人が行き交う主要通路であった。このため工事中でも通路を閉鎖することはできず、期間中20回以上の切り替えを行って歩行者の通路を確保しながら、上空で高層ビルを築造するという、 非常に繊細な安全管理が要求されるものだった。また、開業から70年が経過した東京メトロ銀座線やボックスカルバー特体の東京メトロ副都心線、渋谷駅と隣接しており、とりわけ校舎に関しては、ボックスの変形防止のため、度圧と同程度の圧力をかけ続けなければならないという、得意な事情もあったほか、渋谷光への地下3から4階が、 駅の吹き抜け部分とつながって、駅構内への換気等の役割を担っており、その機能を妨げないよう配慮しながらの施行となった。後期の制約もあったため、地下部と地上部、中層部と高層部と同時に施行する多段施行方式となった。敷地を、開口、文化、三者という三つの区割りを設け、それぞれマイクの事情に合わせながら、順打ち工法、逆打ち工法を使い分けた。 中層部と高層部では、中層部に位置する劇場空間の天井部分区体となる4台の大型トラス張りをベアロックジャッキやエレクションガーダーを用いて配置し、これにより中高層で工事を同時進行することを可能にした。このリフトアップ方法は一般に、橋梁等の土木現場でしか採用されない方法である。オフィスビルから商業施設、劇場。 さらには駅への連絡口という多彩な顔を持つ高層ビルであり、また都心という地理的な要因も加わった難工事を経て渋谷光へは2012年の春に竣工した。今後も複数の開発プロジェクトが予定されている渋谷駅周辺地域においてそのリーディングプロジェクトを担う建築物に仕上がっている。東急シアターオーブ公衆無線渋谷光栄では多くの場所に 東急電鉄の公衆無線 LAN 設備が設置されており、いつ s c 提供の無料公衆無線 l をおよび、ドコモ Wi-Fi 及び、Y2 の公衆無線 LAN サービスが利用できる。4110回、渋谷光江号エ5等施設の開業1周年を記念して、2013年4月26日より、東急東横線に特別列車、渋谷光江号がデビューしている。 重量編成のため各駅停車には入らず、急行、特急での運用に限定されており、直通運転先の港未来線、東京メトロ副都心線、西武池袋線や東武東上線でも姿を見ることが可能である。ありがとうございます。